さなえ。来たわよ。霊夢さん、よくぞいらっしゃいました。今日は何するの？今回は、私の作ったクロスワードパズルで遊んでいただきます。クロスワード？へえ。まあ、あんたのことだからもしかして。そうです。機動武闘伝 G ガンダムがメインになってます。だろうと思ったわ。じゃあ、やるから貸しなさいな。あ、霊夢さんと一緒に解きたい方は概要欄に鍵を載せておきますので、画面見ながらやってみてください。さ、やっていこうかしら。まずは縦の一番からね、ネオモンゴル。うん。これだけ見るとわからないけど、マックスターと戦ったのね。姿わかるんだけど名前思い出せないわ。じゃあ後回しにして横の位置見てみましょう。好きね。これありきでクロスワード作りました。これは簡単ね。点検 Z をと2の縦行きましょう。これだけ見ると普通のクロスワードね。ヘゲン。ね、3の縦は？ちょっと。G ランどこ行ったのよ。いや、E ワードが浮かびませんでしたね。じゃあ、4は？あ、よかった。さすがにこれはわかるわ。好きね。ガンダム X は G ガンの次に好きなガンダムです。あ、レイの文字が開いたわ。5の盾は？ラッキー。う、る、べ、と。6の盾は？よしよし。き、よ、う、じ、8の横はどうかしら？ああ、さすがにこれは覚えてるわ。ジョンブルガンダムね。そしたら、9の盾は？ブーム。でいいのかな？ 10 の横は？うん。ベトウじゃまだわからないわ。先に11の盾解きましょっか。僕、ね。カルタの回でも言ったと思うけど、関さんのアドリブで俺から僕にしたらしいわ。あ、キーワードが3つ空いてる。G ガンで希望ってもうネタバレ同然では。し10の横は勝ったわ。延べ棒か。13の横はガンダムファイトね。たくさん開けたわ。今更だけど縦の位置思い出したわ。テムジンガンダムか。14の縦はまだわかんないから飛ばしましょっか。15の盾はと。あーなんだっけ。4話に出てたモビルファイターよね。次行きましょう。16の盾はこれはサービス問題ね。い、うん、と。17の盾はと、と、賭博か。18の横、いけそうね。よし、ランバーガンダムね。15の盾、アラクのガンダムだったわ。23の横行ってみましょう。ドミノかな？19の横やってなかったわ。よし、これはいけるわ。ラハールね。この回、スーパーモードになる時のドモンの叫びがたまりません。14の盾はダミーだったのね。てか、やっぱりキーワードが私の思ってる通りに開いてるんだけど。ゲゲ！7の横、やってなかったわね。秋ね、もう一マスあれば秋の、レインの代理の人、デジーガンのワードにできたのに、20の盾行きましょう。あ、ルドガーだっけ？文字やってるしいけそうね。どうせなら、キーワードが入るところは最後にしよっか。じゃあ22の盾。バルトフェルド？うそそ。グラハムね。24の横は？から、ガーラね。相方の羅刹に比べて覚えやすい名前だよね。25の盾は？ちとね、これなら G ガンワードいけそうな感じやったけど、あと2つ。26の盾。シンね、ゲッターロボじゃん。最後ね、27の横。よし、バトラーベンスンマムで終わりね。全部埋まった。案の定というか、キーワードは希望の未来だったわ。G ガン最終回、ゴッドガンダム大勝利、希望の未来へレディーゴーからですね。ここまで見てくれてありがとう。視聴者のみんなは全部わかったかしら？投稿者は随分前からクロスワードたくさん作っていて、もしかしたらそのうち同人誌にするかもです。チャンネル登録してくれるとありがたいわ。
それじゃ、またね。